皆さんこんばんは、ななみです。今日は私の巻き髪のやり方を紹介したいと思います。それではビデオスタート。以前紹介したのは36とかで結構太めだったと思うんですけど、最近はこういう細いので巻いてます。まあでも巻き方はいつもと同じです。サイドは絶対外巻き派なので、こんくらい取ったら外巻きにしていきます。なんかだいたい中心くらいから挟んで毛先と上まで巻いています。基本的に巻いたものはそのまま維持しておきます。こういう髪の毛っていうのは冷めた時にこの型がつくようになっていると確か思うので触らないようにしてます。いやー今日も暑いな。やっぱ私が一番好きな季節は秋だな。食べ物も美味しいし気温もいいし、基本的に、外巻き、内巻き、外巻きといった感じでミックスにしてます。次は内巻きです。そして外巻き、もうほんと適当です。私はきっちりやるタイプじゃないので、髪の毛は本当はね、髪の毛もしっかりやった方がいいとは思うんですけど、髪の毛はいつも適当です。モニター読みながらやってるから負けてない部分がちらほら出てきてる。負けてる？逆も外巻き内巻きって感じでミックスやっていきます。いや夏休みって感じしないな。なんかもうドタバタしすぎちゃって、なんかあんまりゆっくりできてないかもしれない。皆様は夏休みをエンジョイしてますか？私はちょっと8月バタバタで、まだなんかどっか行ったみたいなのもできてなくて、ちょっとやばいな。今年の夏休み全然遊べてないっていうか、なんかやってないな。うち今旦那が腰やっちゃってて、どこにも行けないんですよ本当に。なんか接骨院通ったりみたいな感じがもう精一杯。私がね、免許を持ってればいいんですけどね、免許取らないととは思いつつ、独身の時に取っとくべきだったなってすごい思いました。ちょっと後ろも巻いときます。サイドをもう一回ちょっとボリューム出したい部分をもう一回取って、そこはここら辺まで巻きます。まあ見てる人は一番分かってると思うんですけど、本当髪の毛何もやらないことが多くて、じゃあ伸ばすなよって感じなんですけど、短いと逆にセットが必要じゃないですか。だから長い方が私は楽なんですよ。こういうブラシタイプでほぐしていきます。こうすると結構ボリュームが出ると思われます。はい、軽くやってでボリュームを出します。こんな感じで私は最近こちらのモッツヘアの細巻きの方で巻いてミックス巻きにしてます。で、まあこういうブラシで一回溶かした後にスプレーして固めるっていう感じですかね。ちょっとね、前髪がね中途半端な状態なので、前髪も作れないし流せないしみたいな感じで、いつもだいたい同じ髪型になっちゃってるとは思うんですけど、まあでも大体いつもどんなことをするときもこんな感じで巻いています。はい、ではグッドボタンとチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。